なんか失敗してるくさいな。皆さんこんにちは、家系戦車よしです。本日も戦車道具紹介を行います。メルマウベース、お願いします。本日はカーメイトさんの新商品を2つやりたいと思います。ういっす、ういっす。こちらこっちのね、この前の窓拭くやつはね、俺も使ったことあるよね。旧型のやつですけど。ああなるほどね、はい、これは新型です。でこっちが、ゼロワイパーと言いまして、ミラーに貼ってあの水がつかなくなるやつですね。ちょっとね2商品、使ってみたいと思います。よし、じゃあミラーからやっていきます。商品名がゼロワイパー。あんたもうこれ下手くそやと思うわ。もう自信あるわ。さっき謝っとこう、失敗すると思います。わかること。携帯のフィルム貼るんダメな人にとってこれできないから。まあほぼほぼ一緒よね。こんなさ、フィルム貼っつけるだけでここにピッて。いやでも携帯みたいにピチピチじゃないからいけるはず。ああ、いやーどうかな。とりあえず一つ開けよう。2枚入ってるのね。それはもちろんですけど、はい、1つ使います。それほんま保護フィルムやな。やばいなこれ。うわー自信ねー。まず、ここをね洗うと、きれいにするとね、で撥水加工とかがちょっと強い場合はあのくっつきにくい場合があるらしいんで、まあ状況に応じてリセットをしていくという。今回ここはねリセットをしました。表面と裏面があって、多分、まあ、どっちもいいですけど、こういうイメージだから、あ、まあまあ俺の未来とぴったりやな。え、全然やろ。横はね。あ、そうそうそう。上下がごっつ焼いてるけど、まあ、まあ、しゃあないか。まあ、それはしゃあないよね。うん。逆に合わへん車もありそうやな。そうやな。ちっちゃすぎる場合とか、うん、大きすぎる場合とか。まあ、大きすぎる場合は、あの、切ってくださいと。うんうん。ああ、なるほどね。はい。カットしてお使いください。はいはいはい。もう貼るか。貼ろう。頑張って貼ります。それだけやもん。はい。お値段が2580円。税込み。ほん。です。2枚で。ほん。で、耐久が約3ヶ月。になっていて、耐久一応ね、その撥水表面がだから撥水するその加工がされてるのか。そうそうそう、されてて、スプレーのやつあるやん、うん、あれって洗車したりしたら効果がなくなっちゃうわけ。秒で落ちるね。そうそうそう。これは若干触っても大丈夫ですよっていう。ただまあ触らない方がもちろんいいですけど。これ絶対難しいな。使い方1、剥離シートを3分の2剥がし、フィルム中央端の順でミラーに半分だけ貼り付けます。これズームあるけど俺これ絶対無理やわ。でこういうの得意？俺は携帯はよく空気が入るタイプですよ。ああ、じゃあダメやん。で気にしないタイプ。これ一番ダメやん。剥がします。うわもう嫌や。でも2000円ぐらいするんやったら多分結構つきやすいやつやと思う。まあまあまあ、そう信じたいよね。多分100均の保護フィルムとは違うと思うよ。こういうフィルム系使うの初めてやからな。どんな感じになるかがイメージつかないけど、こういう風に貼りたいね、願望としては。シートを3分の2剥がし貼る。真ん中から貼り始めます。はい、これ大丈夫？ちょっとこのもん、あ、このもんじゃ、これで、はい、次おシートを剥がさないでください。中央から外側に向かって空気を押し出す。はいはい。なんか失敗してるくさいな。あ、笑うなよ。真剣にやってんねん、こっちは。急げ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 、まだ間に合う。あっ、やばい。なんかだいぶ左寄りになってない？まあ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 、もうちょ気にせんといて。ミラーぶっ壊しそう。ごっつい空気入ってるわ。なんかヘラとか使った方がいいんじゃない？ああ、かもしれんな。傷つくかもしれんけど。あ、でも空気結構ちゃんと抜けてくれんな、これ。後から入ってる。やばい。かもしれんけど。何してん？ちょっとカーメイトさんお許しください。本当に申し訳ございません。でもこれがあのリアルです。人による。俺は下手。己の技量。ああ、でも空気入っても抜けやすいな、これすごいわ。あ、やったらいいんじゃん。でもそれでもうどうしようもないやつあるからな、携帯やと。あるある。ただ結構根気よくやらなあかん、これは。もう頭しかつって。あ、何回やってんの。もうこれミラー壊したかもしれない。はい、空気入ってます。まあ大方張り方はこういうことっすわ。でもこれで貼りました。この表面を剥がすだけです、うん、簡単っちゃ簡単やけど難しいわ。あ、でも人によるな。うん、器用な人はね。そう、こんなさーってできちゃう。ちょっと完璧に空気は抜けきれてないですけど、大方抜いたのでもう表面を剥がします。僕はいいです、気にしないです、この空気は。まあちょっと動画なんでね。そうです。皆さんやるときはきっちりやってください。おー、だけ触ったらあかんのか。これで終わり。終わりです。
硬いものや尖っているものを使用して気泡を抜かないでくださいと。フィルムに傷がいきますと。あー、なるほどね。でどうしても気泡が抜けない場合は一度剥がしてからやり直してくださいと。外側に浮きが発生する場合は一度剥がしてから周囲を1センチずつカットをし、一回り小さくしてから始めてやり直してくださいと。なるほど。やるの簡単やねこれ。あのスプレーとかやったらさ1時間とか3時間とか待ちやったからさ、まあ貼って終わりやん。ちょっと水かけてみようか。施工ではないな。なんていうのこれ。加工やな。加工やな。まあなんか張ってる感は近くまで見たらわかるな、うん、遠くから見たらあんまし分からない。あんまりこれ。あ、すっげーやん。もうつかない。へえ。これ霧でもあ、すっげーやん、うん、これはすごいな。ちょっとついてるけど霧やと。まあまあそうやな。さすがにめちゃくちゃ細かいとついてるけど、でも全然あの視界は両方です。クリアですねこれは。これは雨の時バックするとかで足元見るとか、車線変更で後ろ見えへんとかないやろね。ええな。おー、うーん、すげー、めっちゃええやん。俺も貼ろうかな。ええな。若干気泡入ってるけどそれでもこんだけちゃんとなってるからね。だから下手なやつが貼っても大丈夫ってことよ。いや下手すぎたらさすがにやばい。さすがにもう空気ボコボコ入ってるやつはもう、まあ、まあそれはねボコボコはダメやけど。まあでもこれ雨の日ありがたいな。ありがたい。まあ洗車の時ですね、サイドミラーとかをなんか強く擦らないでくださいと。この表面がなんか撥水加工でこうギザギザみたいになってるんで、あまりこう強く擦るとやっぱ折っちゃうってことなんで。なるほどね。柔らかいクロス等で、軽く拭くと。だから拭き取りの際とかもこう注意ですね。ギュッていかないようにこういう感じで軽く拭けば大丈夫ですと。間違ってだからスポンジでごしらないように。勢いでいっちゃいそうやな。そうやね。そこだけは注意ですね。でフィルム表面に水滴が付着するようになった場合ですね、しばらく使っていてはマイクロファイバーとかで、拭いて軽く空拭きをしてくださいと。でそれでも性能が復活しない場合は、まあ、新しいものと変えてくださいと、うん、すごいな、うん、こんなフィルム初めて使ったけどこんな感じなんや。たまに動画で見るけどな。うん、そうや。だからまあ俺の車はこれミラー結構ぴったり来てくれたからあれやけど、ものによってはこれぐらいしかね、ミラー大きい車とかやったらこれぐらいだけとかなっちゃうから、それこそこんだけいいんやったら車種別で出したりしても全然いいんじゃないかなっていうのはもう。汎用サイズとか、うん、もっとこう大判にしといてこう切って使えるようなやつとか、そうやな、うん、そういうのが、うん、あってもなんかより面白いんじゃないかなっていうのはもう。偶然ね、これはあのトヨタのライズできる ライズですけど、これ噛むか。偶然ぴったり来ましたけどね。一からやりますか。もう一回一冊からやろうか。まあさっき洗うとき注意してくださいって言ったんですけど、まあうっかり若干ねペッてペッてちょっとぐらい触ったぐらいだったら大丈夫らしいんで、うん、まあでも触らない、できるだけ触らないように注意をしてくださいと。じゃあ次このワイパーいきます。前のものと何がそんなに変わったの？なんか薄なってんな。これ旧型。ほら、差し替え。めっちゃ薄なってる。棒の長さはそんなに変わらない。なんか角度がちゃうくない？その、一緒か。ほぼほぼ一緒ちゃうかな。ちょっとこっちの黒い方が細くなってるね。なんか軽そうな気するんけど、うん。軽くなってる。ワイパー面はそんなに大きさ変わらないけど、一番変わったのは、これ、前のやつはクロスをゴムでこうくっつけるやったんですよね、うんうん、大きさを整えて、このね、ゴムにこう挟み込むと。ちょっと雑にやりますけど。雑で、全然大きさが違います。ちょっとあの、急いでん、急いではないけど、こういう感じですね。で、今回の新しいやつは、ここを起こして、ここに挟んで、クロスを固定できると、うん、なるほど、はい。まあ、畳み方はだから一緒かな。形を整えて、こういう感じですね。ワイパーの大きさに合わせて。それやったら多少デカなっても挟めるからいいんじゃない？そうやね。多少デカなっても挟めるし、クロスが若干大きくなっても、分厚くなっても挟めそうやね、これは。あ、すげえ。おー。なるほどね。これはいいね。このゴムバンドめっちゃ使いにくかったからな。ぴったりおらんとな。そう。入らんからな。入らんかったし、どうやって止めたらいいのみたいになってたから。あ、いいやん、これは。試行錯誤されてますね。うん。動き的にはそんなに変わらないかな。多分。左右。うん。そうね、ちょっと実際使ってみましょう、これは。はい、イエス。なんかね、やっぱここが薄くなった分、この奥ですね、
まで入りやすいです。なるほど。はい。これね、旧型のやつは分厚かったんで、これ新型ね。ほら、一番奥までピタッと入るんですけど、この、ここの縁がどうしても拭けなかったんですよね。この分厚いのだと。やっぱり。ちょっと届かんのですわ。ほら、もう届いてるかがちょっとわからないっていうね。ここが。これが新型やと、クロスもピタッてついて、ここまで拭けると。これはいいですね。で、若干軽くなってるんで、動かしやすくもなってますし、まあ、長さは変わらんので、この手の届き具合とかはそんなに、なんやろね、大きくは変わらないですね。ちょっと精製水で拭いてみます。多分ついてるクロスとかもそんなに変わってるもんではないと思うので、こういう感じですね。おー、よいしょ。あ、やっぱこの奥拭けるんはええな。ここ、この縁、正直この辺は別に届くから、こうやって手でもいける。うん。なんならここ手で拭こうと思ってもかなりしんどいもん。こうこうなってさ、うん、指で、あれ、ここの端まで拭けてますみたいな。けどこれやったら薄いからここまで届きますね。なるほどね。ああ、どうやろ、この古い方と動きどう違うのかな。ああ、なるほどね。うん、やっぱりこの、なんやろ、首の安定感とこのクロスの固定の度合いで、この動かした時のこのここの安定感が全然違う。こう拭い、あ、どうぞ。新型の方がいいの？新型の方がいい。お、拭いてて手前が引っかかってグッて浮いてくるの。ここがたまにこうやって今ペコって、うんうんうん、けどクロスがこうぴったりついてるから、しっかりこうガラス面に押し付けられてこうやって拭けるから。なるほどね。あ、いいね、これは。あー、なるほどね。なんかあんまり変化ないかなって正直思ってたけど、まあ確かに。これはちょっと使ってみないとなかなかわからない違いかもしれない。うん。うん。いざ使ってみたら軽いし、拭きやすい。こっちの方が。明らかに。あ、ここが薄いのはやっぱええわ。そうですね。こちらだから新型のがお値段2200円になってるので、まあ若干高いですけど、それこそあのカーメイトさん同じく出てるあのエクスクリア、曇り止めとか、窓クリーナー。名前、まあそうですね、エクスクリアンちょっと何番か忘れちゃいましたけど、その辺のシリーズと併用してこれを使うとよりいいんじゃないかなと思いますね。で、まあもう一つ特徴が薄くなってるんで、こうやってバラして畳んで、うん、すごいコンパクトになるんで、うん、例えばダッシュボードであったりとかサイドポケットであったりとかにこのまましまっておける、うん、なるほどね、はい、やっぱこの持ち手が全然分厚くないので、こっちはねちょっとやっぱかさばるんですよね。ちょっとこいつが太い、やっぱりちょっと収納しておくのにも困ったんですけど、これはかなりコンパクトになってるので、それはかなりいいポイントだなと、はい、思いますね。なるほど。強いて改善点を言うなら、もうちょっと持ち手はね、この丸い方が持ちやすかったですね。やっぱりなんかちょっとこうガタガタしてて、ちょっと滑る。めちゃくちゃ悪いとは言わないけど、まあ軽、多分軽量化にこだわったからこうなったっていうのはあるけど、俺はこっちの方が持ちやすい。あとここをもうちょっとワンタッチとか硬いんですよ。ここ危ない、にして欲しかったかなと。こっちはねワンタッチなんで、これ、うん、ボタンで、うん、ね、まあここはまあどちらも良し悪しありますけど、まあ総合的に見てやっぱり新しい方の方がやつの方が操作性はいいからいいんじゃないですかね。これはこれで、うんうん、はい、持ち手の部分とかなんかシリコンかなんかを巻いといてほしい気持ちはある。ああ、こういうあのドラレコとかさ、うんうん、これナビのこの上とかでさ、あ、当たりそう、ここね、そういうことね。そこまで配慮があったら、うんうんうん、ちょっと嬉しかったな。まあまあ、でも別にこれはまあ改善点の一つなので、製品的にこれがないから悪いってわけではないんで、うん、まあ、でも多分現状ある中やったら一番窓系使いやすい、使いやすいね。これは他のメーカーさんとかでもやっぱりここが分厚いんで、うんうん、これはいいね。なかなかいい着目点かなと、着目点かなと。なんで2回言うかちょっと勘ねん、ちょっと勘だから言い直したんやんか。怖。はい、というわけで、カメツの新商品使わせていただきました。まずこのミラーの方からなんですけど、うん、これはねちょっと僕らも初めて使ったので、こう感想が難しいですけど、本当にいいとしか言えないですね。他のものとこう比較ができないので、うん、ただガラコとかシュアラスタさんとかこうスプレータイプのものと使い比べて、まあ唯一使ったことあるのはそれなので、そこと比べると確かにこのシートの方が洗車の時とか拭き取りにこう気を使わない、もうああやっぱ触れたらあかんわ絶対にみたいな、若干触れても大丈夫やっていうのはあるかなと思います、うん、はい。でまあ効果もね3ヶ月持続ってことで、でもうはっつけて終わりなので、うん、なんせ施工、うん、作業が簡単なので、うん、お値段2580円税込み
なのでまあここをちょっとどう取るかっていうところですけども、僕はまあ別にあってもいいんじゃないかなと思いますけども、やっぱり車種によってちょっと大きさが異なるので、そこだけはまあサイズ測るなりちょっとこうカットするなりして対応していただければいいかなと思います、うん、ガラコとかのあれちょっとむずいやん、しかもむずいムラになるし、うん、まんべんなくかけてとか、そう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 、うん、2時間ぐらい乾くん待ってとか、うん、だからやったらもうこれペタって貼って終わりっていうのが楽かもしれない、ね、楽と思う人はおると、うん、僕みたいに下手くそじゃなければそう、その通りでこっちはワイパーですね、これは2200円なんですけども、これはね旧型もし使ってる人いたら買ってもいいんじゃないかなと思います僕は、うん、今までこういう内窓を拭くのこう困ってた人はこの新型買ってもいいと思います、うんうん、これと曇り止めとか油分除去とかいろいろセットにして買ってもいいかなと思いますね。買うわ。あれです。手必死に飛ばしてやってるから今。そうやな。こうやってな。ってナビ裏とか言いながらやってる。これ一本でもうこういう風にススーってできるんで。で別にフロントガラスのみならないので、どこの窓拭いてももちろん OK なので。うん、はい。これはね便利ですね一本。気になる方はぜひカー用品店でチェックしてみてください。ういっす。オンラインショップでもありますので。よかったらネットでも一度検索してみてください。よし。というわけで今回の動画は以上となります。シュー